どうも皆さん、こんにちは、しもりです。ということで今回の動画なんですけど、ついにですね、先発投手中各チームエース級のピッチャー登場しましたので、ガチャの方を今回引いていきたいと思います。どうぞ。はい、ということでですね、今回登場します先発ピッチャー、ちょっと選手見ていきたいと思います。オリックス山本由伸投手ですね。9位スタミナ84の A 同値、さらにですね、このストレート、そしてスプリット、フォーク、通信ファーストですね、こちらリアタイ向きの球種が詰まっております。さらに長打、三振、上切れ、最強打者、特殊能力最強でございます。多分今のプロスピの中でですね、リアタイに対する特殊能力一番強いんじゃないかなと思われるのが山本由伸投手でございます。続きましてですね、ソフトバンク東浜投手でございます。9位制球スタミナ77の全同値でございます。そしてですね、ストレートで超高速進化を持っていて、スライダー通信もないんですけども、この超高速進化ですね、こちらレア帯でですね、この特殊能力の対ピンチと合わせると結構強いんじゃないかなと思っておりまして、ギレ20丸も結構特殊能力強いんで、ソフトバンク純正の方は必ず使うと思うんですけども、純正じゃない方も極みにできるなら、リアタイでちょっと使ってみても面白いんじゃないかなと思われる投手でございます。西武ですね、高橋光成投手でございます。スタミナ84ですね、完全スタミナ型だと思われます。でね、球種ですね、ちょっと球種がですね、スプリットとかあるんですけども、ちょっとね、リアタイ向きではないと思いますね。で、対ピンチ、超対ピンチ20丸、切り尻上がりということで、特の対ピンチは強いんですけども、どうもですね、ちょっとね、球種の方がですね、リアタイ向きではないということで、リアタイ勢はちょっとですね、高橋光成投手はするかなと思います。そしてですね、楽天則本投手ですね、則本投手もスタミナ型というところで、残念ながらですね、 TS で出た則本投手と違ってスプリットフォーク持っておりませんので、どちらかというと TS の方が、強いかなと思われます。で、特殊力もですね、キレにじまる尻上がり、玉持ちというところで、そんなリアタイ向きではない投手になっていますので、リアタイ勢はするかなと思います。で、そして、ロッテですね、小島和也投手ですね。一応全同値、称号で狙います、小島和也投手で、通信ファースト持ってるんですけども、F、そしてね、球速も144キロ、ストレートも148キロというところで、純正以外の方はちょっとリアタイ使うのは難しいかなと思います。でね、特殊力もですね、ここで対ピンチがあったら、結構強かったんですけども、対ピンチ持ってないというところで、12球団オーダーでは、ちょっとスルーかなと思われる投手でございます。そしてですね、日本ハム伊藤大海投手ですね、9位スタミナ76の同値でございます。で、中継ぎ適性もね、いい適性持っております、結構いいです。そしてなんといってもこの球種の豊富さ、これ第2球種のシュート方向以外全球種ありますので、これがね、球種が多いというところは、リアタイ面においてめっちゃ強いですし、さらにですね、このね、イーファスピッチ、こちらね、私めちゃくちゃ苦手で結構リアタイ強いので、当たった方はですね、全然ピッチャーは極みじゃなくても使えますので、伊藤大海投手ですね、結構強いと思うので、ぜひとも使っていただきたい、投手になっております。で、ちょっとね、特殊能力が、リアタイ面では結構微妙というところで、緩急20丸、切れ、内角丸ということで、そこはちょっと微妙なんですけども、いいファースピッチだけで結構抑えられるかなと個人的に思っている投手でございます。で、ヤクルトですね、我らがヤクルト小川投手ですね、制球83の制球型でございます。で、球種ですね、ツーシーム持ってて、スラカット、そしてナックルかフォークで結構リアタイ向きなんですけども、球速がね、ちょっと148キロ、144キロというところ、微妙なんですけども、対ピンチ20丸持ってるというところで、ここはリアタイ面でも結構強いかなと思われるので、そんなにですね、重要っていうか、そんなに育てるリアタイ面において、そんな結構めちゃくちゃ強いピッチャーではないんですけども、10段階くらいあったら、6、7くらいにはいるピッチャーなので、極みできるなら結構リアタイで使っていいかなと思います。純正の方は絶対に極みした方がいいと思います。小川投手強いんで。で、今永投手ですね、DeNA。9位制球、80の同値。これめっちゃ強い。そしてですね、今永投手持ってるこれをね、スプリットチェンジ。これね、高めからでも落ちるフォークみたいな球種なんですけども、こちら結構強いので、リアタイでも使っていいんじゃないかなと、思いまして、個人的に結構今永投手強いとは思ってます。で、伸び20丸、緩急、外角丸で、特殊力ちょっと微妙なんですけども、今永投手もですね、10段階くらいでいくと、7、6くらいに位置してるピッチャーじゃないかなと思います、リアタイ面では。で、阪神、青柳投手ですね、制球81ということで、一応、称号チャレンジで同値狙えるピッチャーになっております。でね、こちらがですね、今年からですね、第2球種、ナチュラルシュートになりました。今まではですね、ストレート、ツーシームっていう感じで球種だったんですけども、このナチュラルシュートになったということで、これがどれくらい強いのかというのはちょっと見物なんですけども、結構リアタイ強いです。しかもですね、タイピッチ持っておりますし、綺麗に20丸というところで、リアタイ面でも結構青柳投手強いんで、ぜひと思ってる方、当たった方使ってみてはいかがでしょうかという感じですね。で、巨人ですね、戸郷投手でございます。スタミナ79、スタミナ型。
で、球種がですね、ツーシーム E 持っております。ここがね、結構リアタリ強いですし、まあ、球速もそんなにめっちゃ遅いわけではないんで、まあ、巨人純正は絶対使ってると思います。12球団の方にはですね、まあ、ピッチャー困ってる方とか、まあ、とうとう極みできるよっていう方はですね、使ってもいいんじゃないかなと思います。で、特殊力がね、まあ、ちょっと残念っていう感じなんですけど、まあ、統合投手私はスルーでございます。そして広島ですね、森下投手でございます。スタミナ83、スタミナ型ですね。球種こんな感じなんですけども、まあ、ちょっとリアタイ向きではないです、残念ながら。タイピン持ってるんですけども、リアタイ向きではないんで、私も当たったら、一応リーグオーダーに使いたいと思っております。で、中日ですね、柳投手、柳投手スタミナ型ですね、82スタミナ型で、球種がですね、まあ、こんな感じでいっぱい、いい球種持ってるんですけども、シンカーとチェンジアップ、こちらのね、球種がですね、曲がりがまあ似たような感じになって、高さで落ちるか落ちないかっていう感じの球種なんですけども、まあ、正直そんなに強くはないです。ストレートも155キロストレートあったら結構強いんですけども、まあ、そこがちょっと微妙なところっていう感じで、特殊能力ね、コントロール20丸キレ、ここは強いです。ここは特殊能力強いんですけども、まあ、高めで遊ぶという点では柳投手使ってる方も結構いると思うんですけども、まだ柳投手も6点7点くらいのピッチャーかなと、個人的には思う、リアタイ向きランキングという感じでした。ということで、今回はですね、子守ガチャの方を引いてですね、いきたいと思います。よろしくお願いします。どうぞ。はい、ということですね、まあ、今回ですね、子守ドラフト、ちょっと子守ドラフトでこの新選手確定がいいんで、私は自チーム確定しなくてもいいんで、小川投手じゃなくてもいいんで、山本由伸投手とか、あと伊藤大海投手欲しいんで、まあ、ちょっとマンスリー歌手で10連プレゼントからいきます。 S ランク確定です。いきます。はい、まあ、ちなみに自チームはヤクルトでいきます。いきましょう、いきましょう、いきましょう。おい、自チーム、レッツゴー。おい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 、自チーム確定しか持ってないヤクルトの選手確定でございます。これ小川投手来たら神、小川投手が来たら神、これやばいです、これ最強、これまあビビる、うー、打たないけども自チーム確定です。これはやばい。まあ誰かな、欲しい選手誰かな、塩見選手欲しい、自チームなら塩見選手欲しいです。ちなみに、いや、これビビった今、完全に不意つかれました今、マジの完全な不意。あ、塩見選手欲しい、塩見選手、他はどうしてもいいけど、来い塩見長岡選手。はい、ということで、自チームですね、長岡選手当たりましたということで、まあ、切り替えですね、子守ドラフト引いていきたいと思います。 S ランク選手のこの新選手確定、これをね、狙っていきたいと思います。いきます。はい、まあ、何連いくのかっていうところなんですけども、まあ、個人的に山本由伸投手、あと伊藤大海投手狙っていきたいと思っております。まあ、小川投手も欲しいんですけども、 どれか誰かというと山本由伸投手と伊藤大海投手が欲しいんで、個人的にはその2選手を狙って、まあ、他に青柳投手とかですね、あと柳投手とか極みにできるんで、全然データでもね、使っていきたいと思ってるんで、まあ、そちらの選手狙ってながら引いていきたいと思います。まあ、当たんないときは飛ばしてます。はい、ということで続いてですね、続いて、これが何連目なんでしょうかというこの、まあ、2回目ですね、2回子守ドラフト、まあ、飛ばします。当たっちゃうときは長志くん、お願いお願いなんで、山本由伸投手です。ガチで山本由伸投手です。はい、ということで続きまして4回目ですね、行きたいと思います。来い、マジで来い、早く来てほしい、お願いします。神、神をお願いいたします。いや、コンね、コン、今回もコン、これ飛んでます。カム、ニコリ、ニコリさん、ちょ、うわ、びっくりした、びっくりした、来ました S ランク、山本由伸投手です。欲しいです、これ自チーム確定、いつ来てないんで、来てないんで、小川投手ではないと思います。うわー、びっくりした、めっちゃ A ランク当たる、めっちゃナイス、行きましょう、来い、頼む、これ全部 A ランクでいけか、来い、小島和也投手はちょっと微妙ですけども、ありがとうございました。